猿島、東京湾に浮かぶ大きな無人島ですが、ここには戦時中陸軍の要塞砲、海軍の高射砲など軍事施設として利用されていました。船の左手前方にヘリポートが見えています。海岸に立っている1階建ての非常に小さなところですが、管制塔も見えます。このヘリポートに最新型の輸送機オスプレイもこの飛行場に着陸してきます。飛行場の左手にずらっと並んでいるのが米軍の家族住宅です。この家族住宅は1戸当たりの床面積が144平米あります。144平米という広さは神奈川県が作っている県営住宅の広さ72平米の2倍の広さを持っています。米軍側の負担は0円それどころか光熱費などさまざまな本来米軍が負担すべき住宅を費用を日本政府が肩代わりして使っています。船の進行方向左の方に海の中から何本も柱が突き出しています。あの柱も軍事施設です。どんな軍事施設かといいますと、小辞書といいます。磁石を消す小辞書という意味です。船の右手の方、巨大な造船会社のクレーンが見えますが、住友重機械工業オッパマ造船所です。この住友重工のオッパマ造船所は裏側にも工場を持っていて、その工場では戦前戦後を通じて軍艦を作り続けてきました。船の右手前方に窓のない巨大な四角い建物が見えます。日産自動車オッパマ工場の完成車の倉庫です。日産自動車というのはトラックやジープを作っている軍需産業です。プリンス自動車と合併したときに、プリンス自動車が作っていたロケット台搭載型のロケット弾搭載車両などの製造技術も引き継ぎ、現在ではパトリオットミサイルという対空ミサイルの一番外側の金属部分を作っています。船の正面に見える丘がアメリカ海軍の裏号弾薬庫です。船の右前方に裏号弾薬庫が見えていますが、右手の山のふもとに小さなまな板のような船が見えます。あれがバージ、はしけです。バージの上に黄色いトラッククレーンが乗っていますが、あのトラッククレーンで弾薬庫からバージに弾薬を移し、バージからトラッククレーンで軍艦に弾薬を運ぶ、そのような作業を行います。154番という番号の船が見えてきましたが、海上自衛隊の雲型の護衛艦です。一番前が76ミリの大砲、その次がアスロックという潜水艦攻撃用の武器、船艦長が乗るブリッジの後ろに白いドラム缶のようなものが
20ミリバルカンファランクス、煙突が2本ある煙突の間にハプーンという対艦ミサイル、対艦ミサイルの下の方に潜水艦攻撃用の魚雷発射艦、後ろの煙突のさらに後ろの箱型が対戦ヘリコプターの格納庫、格納庫の後ろがヘリコプター発着用の甲板、甲板の後ろがシースパローという対空ミサイルの発射機、陸上航空対潜水艦多目的攻撃型の護衛艦がこの雲型です。その左に見えているのが浦賀という潜水艦母艦、その後ろが若狭という海洋観測艦です。海洋観測艦というのは海の中の立体地図作りをする船です。港の奥の方にもさらに同じ役目を持つ海洋観測艦が入っています。2隻の海洋観測艦の間に掃海艦、右手奥の方、白ペンキのはっきりしているのが604番と書かれています。5106海洋観測艦の後ろに海際に立っているのが古い庁舎の自衛艦隊司令部などでしたが、それらを統合してその後ろのひときわ大きい建物、海洋作戦センターとして建設されました。必要があればすぐに住宅から基地に本当に言葉通り駆けつけることができる、そういった形の住宅が作られています。船の右手の方に304という数字の船が見えますが、あれが掃海艇より一回り大きな掃海艦です。掃海艇、掃海艦というのは先ほど磁気機雷で説明したときに説明したように、わざわざ危険な機雷に接近していかなければいけないので、磁気に反応しないように木とかプラスチックでできています。船の正面に見えるのが新しく作られた海上自衛隊桟橋です。潜水艦が止まっているところは以前は横須賀市の市営桟橋でしたが、久里浜にある自衛隊の所有地と交換して、ここを自衛隊が使用するようになりました。潜水艦の後ろの土手が新しく弾薬庫、BMD 用として新しく作られた弾薬庫です。地元への説明として大型の弾薬庫として説明されていて、さらにその後ろにこれまで使っていた弾薬庫、右手の方に新しく作られた潜水艦乗員の宿舎、待機所などがあります。これから船が入っていくところが洗い堀の水路と呼ばれ、大昔には右の箱崎と左の吾妻島が陸続きになっていました。この左の吾妻島には40万キロリットルの油が貯蔵されていて、右の箱崎からジェット燃料が厚木基地や八戸などに送られています。
左の吾妻島と右の箱崎とは海底パイプラインで結ばれ、両側にこのパイプラインが立ち上がっているのが見えます。このパイプラインで箱崎に運ばれたジェット燃料がタンクローリーに積まれ、それが厚木基地まで運ばれます。一番見える小型のタンクローリーは横須賀基地に運ぶタンクローリーで、奥側にいる20キロリットル積みのタンクローリーが厚木基地までジェット燃料を運びます。洗い堀を通って正面に見えるのが423番補給艦の時和です。護衛艦8隻からなる一個護衛隊群の護衛艦に対して燃料、弾薬、食料、乗組員の衣類、パンツまで消耗品の一切合切を積んで1ヶ月以上行動を保証する、そういった物資補給、弾薬補給を行うのがこの時和です。時和の影から見えてきたのが110番多目的型護衛艦、その後ろが6102試験艦のアスカ、その後ろが174番イージス護衛艦の霧島です。イージス護衛艦というのはスペイ 1D レーダーを使って常時200の目標を監視し、自分に向かって一番危険な目標を10個以上同時に攻撃する能力を持っている、そういった最新型の護衛艦です。174の隣が111番波型の製造年としては一番新しい護衛艦です。111番の影から見えてきた一番大きな船がヘリコプター搭載護衛艦出雲です。この出雲はヘリコプター搭載護衛艦として作られましたが、新型戦闘機 F-35B を搭載して空母に改装することが決定され、第一期工事で短距離離陸できるように黄色いガイドラインを引かれたり、さまざまな空母化の工事が行われました。先だって横須賀に入港してきたイギリスの空母クイーンエリザベスみたいなスキージャンプ型の飛行甲板はありませんが、この長い飛行甲板を使ってアメリカ海軍の揚陸船型の空母アメリカと同様に F-35B を運用することも可能です。桟橋工事から左手に目線を移すと海上自衛隊の潜水艦が停泊しています。そして潜水艦からさらに左手の方にアメリカ海軍のイージス駆逐艦が一隻止まっています。
114番ですか。114番ですからラルフ・ジョンソンですね。一番最近横須賀を母港にしたイージス駆逐艦でペイントの仕方が右側に黒い影を作るという非常に独特のペイントの仕方をしています。ラルフ・ジョンソンが入港してきた時にはあの煙突に書いてある駆逐船体のマークがまだ15ではありませんでしたが、今新しく15と書かれているようです。マーク、煙突マーク書いてない。114の影から見えてきたのが86番です。あ、83ですね。ハワード、今年の8月に配備されたばかりの護衛艦です。その奥にいるのが52番。あの製造番号としては非常に古いバディですけども、その後ろにいるのがイージス巡洋艦です。その巡洋艦の左手に見えているのが原子力空母ロナルド・レーガン76番です。空母を艦載機を岩国に下ろして甲板上は非常に整然としていますが、あの飛行甲板を使ってさまざまな作戦を行う。その左手13号バースに高速輸送艦が1隻入っています。40ノットというものすごい速いスピードでペイント少しの荷物を運ぶ、そういった艦船です。のロナルド・レーガンはアフガニスタンからの米軍の撤退を支援すべくペルシャ湾インド洋に展開していて、16日に横須賀に戻ってきたばかりです。レーガンの右側にイージス駆逐艦が1隻、その奥の方に重なるように第7艦隊の機関ブルーリッジが入港しています。あの高速輸送艦の左手に6号ドックという巨大なドライドックがあります。このドライドックでは戦艦ヤマトの3番艦シナノが建造されました。しかし完成間近に東京空襲、横浜空襲などが行われ、横須賀も安全ではないと瀬戸内海まで移動させようと考え、伊豆沖を航行中にアメリカ海軍の潜水艦の魚雷攻撃によって沈められてしまいました。横須賀平和船団は小さいですけれども、あるいは、比較市民宣言の皆さんと一緒に、そして、ピースフェスティバルに参加している方たちと一緒に、平和の声をですね、上げていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。